回そのすごい挫折じゃないですけど、うんうん、現実全然届きそうにない自分を思い知るわけですよ、うんうん、好きで卓球をやってるはずなのに嫌いになる瞬間が増えてきた。自分の人生生きてるっていう。マキさん、だからそういう鳥肌立つぐらいすごい解説してます。 TT 埼玉って、はい、まあ、こういうふうに練習場あるじゃないですか、はい、リベッツというのはなかったんですね。なかったですね。やっぱ記事で読んだのは、はいはい、当時練習場も拠点がなくてみたいな話で、はい、TT 埼玉みたいな形の珍しい木下グループみたいな、あの一つの企業がやってるところはそういう環境あるんですけど、はいはいはい、TT 埼玉はそうですね、他のチームに比べると、もともと僕もリベッツいる時とかは、うん、結局日の丸つけて代表でやってる時は、うん、国の施設東京にあるんですけど、そこで代表はほとんど練習、まあ、ナショナルチームの合宿みたいな感じでやってるんで、基本そこでやって、まあ、遠征なり行って帰ってきたらまたそこでやってっていうような繰り返しで、うん、まあ、言ったら拠点必要ない、それはあるに越したことないんですけど、はい、まあ、なんとかなってたんですよね。今回吉村さんと対談させてもらった時にも、はい、まあ、そのアステージの卓球場みたいなのなくて、はい、基本そのアート行ったりとか、そうそうそう、いろんなところでいろんな人と練習してるって言ってはったんで、あ、そうなんですね。で、吉村はそうですけど、うん、で結局僕リベッツいる時は基本的にはその代表でやってたんで、ずっとそこでやってきてたんですね。休む年かなんかに多分代表外れて、もう練習する場所を失ってしまって拠点がないんで、周りの人間はみんなそこでやってるんですけど、代表外れちゃってるんで、だから毎回その日にどこどこ約束したりとかとか、どこどこそれこそ松井の卓球場でお金払ってやったこともありますしみたいなのもあって、でやっぱこれはちょっと難しいなっていうんでっていうのがあります。プロになったことによってむしろその拠点がなくなった分、うん、環境の自分の管理力みたいなのが、うん、何かちょっと怖い。そうですね。だから、あれに相当自分で意識を持ってやらないと、うん、ずっと休みっちゃ休みなんで。普通にいい話になってしまった。すいません。じゃあ、ちょっと一応。はい。はい、こんにちは。こんにちは。前回に引き続き、TT 埼玉さんで、プロ卓球選手の上田選手との対談の後編になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。後編はですね、まあ、卓球の技術論とかメンタルというよりは、まあ、上田選手の人生観であったりとか、はい、まあ、プロとしての考えがどのように行き着いたのかっていうところの話を聞かせてもらおうかなと思うんですけど、はい、一つ目の話題として、はい、ラリーズさんの記事にもなってると思うんですけども、オーバートレーニング症候群、はい、という疾患にかかりはって、うん、はい、で卓球自体をどれぐらいの期間か約1年ですね。あ、はい、それについて、まあ、ちょっと僕も勉強不足なところもあるので聞かせていただきたいんですけども、はい、始まりというか、うん、でこれなんかおかしいぞって思ったタイミングってどういうところからなんですか。まあ、元々そのプロ転向するきっかけが、まあ、もちろん T リーグっていうのもあるんですけど、はい、東京オリンピックがあるっていうのが決まって、やっぱ東京オリンピックを目指したいという思いからプロ転向するわけなんですけども、自分がもちろんプロに転向したことによって、目まぐるしく環境が変化して、ある意味1年ぐらいはそこを麻痺して、こうある意味好きなことをこう没頭できるんで、すごくいい風に言ってたんですけど、やっぱこう東京オリンピックが近づくにつれて、高校争いとかいろんなところで、はい、一回そのすごい挫折じゃないですけど、うんうんうん、自分の中ではすごくいい状態にあると思ってたのに全然結果が振るわなかったっていう時があったんですよね。その時のやっぱこう目指している目標に向かっている自分と、うんうんうん、現実全然届きそうにない自分を思い知るわけですよ、うんうん、その時に何て言うんですかね、どうしていいかわからないこう自分が頑張らなきゃいけない自分と、現実をこう受け入れてしまった自分とっていうところがあって、なんかそこにこうズレが生じ始めて、うまくこう結果がついてこなくなったっていうのが、まあきっかけとしてはあるかなと。まあいろんな要因があったんですけど、結局やっぱこう代表で日の丸を背負ってやってプロでやってるっていうところが、僕は本当にこの大学を出て実業団、もちろん実業団も、うん、プロ選手のようにも卓球が仕事になるんですけど、うん、まあ、言ったら会社に守られてという、ね、うん、
あの中でやってた自分と何もないこう自分一人で勝負するっていう中での自分が思い描いている以上のプレッシャーとか、うん、そういったものはやっぱりすごく今思えば、うんうん、感じたなっていうのは、でも逆にそれがあの今ではあの、まあ、そういうふうなところに転んじゃったかもしれないけど、うん、それもすごいいい勉強だったなとは思いますけど、うん、後悔はないんですけど、あのそういったものがあったかなと思いますね、うん、はい。まあ、ちょっと根本的な話になるんですけど、はい、オーバートレーニング症候群っていうのは、うん、まあ、名前で見ると、はい、まあ、トレーニングしすぎて、うん、そのなってるみたいな感じですけど、うん、はい、身体的負荷みたいな点で言ったら山田とかの時の方があったとかってのはない、はい、そんなことはないですか。いや、そう、身体的には山田の方がきつかったかなっていう思いはあります。やっぱりそう考えると燃焼の表面的に見るというよりはやっぱメンタル的な、うん、そうですね、部分の話になってくるっていうことですよね。そうですね、うん、はい。詳しい話していくとキリがないし、まあ、基本的にあのラジズさんの記事がものすごくいい記事なので、はい、まあ、皆さんぜひそっちをご覧にいただきたいんですけども、はい、上田さんの中でお休みしながら、はい、多分いろいろ考えを巡らす時間がたくさんあったと思うんですけど、はいはい、その中でなんかこう自分の中で行き着いた価値観であったり、うん、人生観であったりとかって何かあったりしますか。そうですね、うん、まあ、まずこう卓球をずっと幼少期から続けてきて、うん、今もこれがあの仕事として今やれてるわけですけど、一つは好きなことをやる仕事としてやることって素晴らしいことだけど、その分責任が伴うよねっていうのをやっぱ身をもって感じたっていうのがまず一つと、どうしてもやっぱ好きでやってるはずなのに、好きで卓球をやってるはずなのに嫌いになる瞬間が増えてきた、プロになった時に、それの時に違うなっていう、やっぱすごく気づかされて、でもこういう手はある意味麻痺してて、まあ、もちろん卓球の試合で勝ち負けありますし、特にプロはま勝たなきゃいけないっていうものが絶対条件ではあるんですけど、でもその勝ち負けそれだけにある意味こう囚われすぎて、なんかおかしくなった自分がいて、結局そこで卓球を好き嫌いになるって、もともと根本的にこう卓球を好きでやってるはずなのにそれで嫌いになるってやっぱり違うなっていうのをやっぱすごく休んでる間に感じて、で結局麻痺しちゃってやっぱ勝たなきゃいかない、プロとしてなんとかっていうのが優先順位が一番にありすぎて、で特に年齢的にも今よりもうちょっと5年ぐらいは25とか若い時にもっとこうもっともっとみたいなのがやっぱ強かったので、それがある意味あやっぱ 若さゆえなのかなとかっていうのもすごく感じるし、休んだことによって卓球っていう競技の素晴らしさをより知りました。なんでかっていうと、うん、卓球を好きで自分はこう生活の糧としてやれてるわけですけど、でもなんていうんですかね、中にはこうすごいこう趣味で、うん、いい息抜きで卓球をやってる人もいれば、うん、おっしゃったように草の根プレーヤーっていうような、はいはい、そういったところでこう目標を持ってやってる人もいれば、うん、プロはこうここはこうここはこうではなく、うん、卓球っていうところの大きな括りで言うと一緒なはずなのに、なんか勝手に自分の中でこうこれはこれこれはこれみたいなものを作ってたことがやっぱすごくこう間違いじゃないけど、なんかすごく考えさせられる休養期間だったなっていうのは思います。なんかこう肩にはめちゃうというか自分を、まあせっかくちょっと対談なんで、まあ僕のちょっと持論というか、僕あの上田選手 そのラリーズの記事で、はい、まあ、いろんなプロがあっていいみたいな表現されてて、はい、こう僕もよく後輩とかに、うん、まあ、僕ちょっとこう特殊な生き方してるんで、うん、会社員のままでいいんですかねとか、うん、独立とか した方がいいんですかねとか、うん、まあ、いろいろ聞かれるんですけど、うん、基本的に会社員で居続けるか独立するかの二択の話しかされないんですよね、うん、でもいやそうじゃなくて、例えば独立した人でも、うん、僕はなんか卓球がしたいから卓球にいっぱい時間を、うん、でも卓球はプロとしてやっていくと、うん、まあ、その僕は心が弱いんで、うん、卓球が嫌いになってしまうかもしれへんから、うん、卓球は仕事にせえへんって決めてて、うん、でもそれは趣味ですけど、その趣味にめちゃくちゃ時間かけるためにどうやったら自分 その生計を立てるための仕事を選ぶのかっていうのを基準に選んでいったんで、うん、ずっと言ったら仕事を事業家としてやりたいっていう人もいるわけじゃないですか。そうですね、だから、はい、その起業家の中でも、うん、そのいろいろいるんですよね、うん、でその会社員も会社員としてもバリバリやる人もいれば、うん、会社の仕事を、まあ、しっかりこなしながらも、うん、ワークライフバランスで家族とか趣味も楽しむっていう人もいて、はい、しかもそこもどっちかじゃなくてその中でも
細かくというか、なんかこう、はい、細かく考えていけば、例えば物理的に考えたら同じ重さのものって全くないんですよね、うん、0.00 何グラムとか、うん、長さもそうですけど、うん、だから細かく見ようと思えば、うん、絶対にどっかにピタッて当てはまるものがあるんですけど、うん、このこういうカテゴリー、こういうカテゴリーっていう風になんか社会的にはそのカテゴリー分けされちゃうんで、うん、どれかに当てはめようみたいな、うん、はい、なっちゃうじゃないですか。でそれに無理やり当てはめようとして自分はこうならあかんと思ってしまうと、なんかずれてるわけなんで、うん、でそれを僕はなんかいわゆるほんまの自分探しなんじゃないかなっていうふうに思って、はい、ちょっと僕は人よりもそういうところがあのちょっと人よりも見つかりつつあるんで、まあ毎日楽しいんですけど、なんかちょっとそういう感覚に近い。そうです、そうです。めちゃくちゃ今すっごいなんか腑に落ちました、はい、自分。あ、だからよく役所とかに行くと、はい、自分 の、 その職業欄で大体何項目かあるんですけど、うんうんうん、ここに当てはめなきゃいけないのかなっていう自分がいるんですけど、うんうん、なんかこうね、丸をつけなきゃいけないっていう、だから間に丸をしたいみたいな、やっぱそれぞれが そういう生き方ができれば楽やのになって結構思うんですよね、うんうんうん、なんか僕はそのプロになったってことで、プロとしてはプロはこうでなければいけないっていう、うん、なんか変な、うんうんうん、ね、自分の中 の、 そのイメージを作ってしまって、うんうん、で結局そのプロで活躍している人たちのいいとこばっかを取ろうとしたんですよね、はあ、そしたらまあめちゃくちゃこう究極のかもう完全体制、うんうんうん、そんな無理なのに、だからやっぱそういったところでやっぱ行き詰まったかなっていうのはめちゃくちゃありますね、うんうん、で考える時間があることでその自分の生き方をより細かく分析できて、うん、なんかこう自分の中でこれも大事これも大事これも大事みたいなあるけど、それぞれをちゃんと天秤にかけたらどっちかには傾くんですよね。そうですね。でもそれを怠ってこれもこれとこれ大事やから全部頑張らなあかんとかなってしまうと、ほんまは優先順位つけたら、まあ、こっちの方が厳密に考えると大事やから今日はもうこっち優先でいいやとか、ここはもうちょっと自分に負けてもいいやとか考えていったら、それでビタッて決まった時に、うん、あ、自分の人生生きてるっていう実感になるんちゃうから、ちょっと偉そうに、いやいやいや、めちゃくちゃなんか鳥肌立つぐらいにすごい解説してもらってありがたいです。はい、でなんか結構、まあ、後輩とかはもう結局独立した人もいれば、まあ、会社員のままなんですけど、うん、こう自分ならではの会社員の生き方ができてるっていうことで結構慕ってくれてる後輩も多くて、考えに上田さんもちょっと行き着きはったという感じがラリーズの記事でちょっと思ったんですよね。まあちょっと上からですけど、申し訳ないんですけど、なんかプロの卓球選手という中で行き着いたのはすごいことなんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。なんか、うん、ちょっと僕がシャシャリ出てしゃべりました。いい、めちゃくちゃありがたいですね。なんかそういうふうにこう汲み取ってくれる人がやっぱりいて、ありと救われますよ。なんかちょっと余談なんですけど、はい、伊藤さんとかの記事とかを読んでるだけやったら、うん、めっちゃ卓球強みたいなふうにちょっと思うじゃないですか。はいはい、ちょっとイメージいっちゃうか。そんなことないですか。僕はやっぱめちゃくちゃ考えてるんやろうなってめちゃくちゃ思ってた。あ、ほんますか。え、何を見てて、記事で。記事というか、はい、いろいろ番組もそうですけど、お話しされてるところを見たり、はい、あとやっぱ まずは生き方ですよね。はい、そのを見てた時に、まあ、申し訳ないですけど、普通に 見る人がいると、すごいチャレンジャーだなみたいな捉え方をする人が多いと思うんですよ。すごい勇気あるよねとか。とか、その無謀。そうそうそう。そうでも僕は逆で、考え、すごい、なんだろう、その考えとか、自分自己分析した上で、さっきおっしゃったように、はい、楽しみがあって、で、そのためにどうでって、やっぱすごい考えてされてるから、なんとなくそれをしたいからというよりかは、結構こう、なんか戦略性はないんですけど、伊藤さん、伊藤翔太さんに言われたのは、まあ、誰よりも冷静ですよねとは言われたことがあるっすね。とか、うん、もうなんかブレーキのかけ方も知ってるけど、それでいて全力でアクセル踏めるみたいな、そういう表現をしていただいたことはあるんで、でもなんかそういうふうに言っていただくとありがたいです、うん、一応別に今本人を目の前にしてる方じゃなくて、はいはい、岩城さんの記事であったり、その伊藤さんが書かれてるやつしかり、うん、いろんなものを結構見てます。あ、ほんまですか。なんていうんですかね、その一つのヒントじゃないですけど、うん、僕に対してすごく卓球の、うん、なんていうんですかね、実力とかそういうところでなんかこう、うん、なんかすいませんみたいな感じありますけど
全然僕としてはやっぱり言っても人生としては先輩なわけであって、うん、この同じさっき言った卓球っていうものになぜ巡り合ったのかなとか、うん、そこに興味があるんですよね、うん、なんでこうそれだけ勉強とかができて、うん、なぜ卓球なんかなとかやっぱそういうところに興味がすごいあって、うん、だから僕多分自分でやっぱ変態やなと思うのは、うんうん、深掘りしたものがすごい好きなんですよ、うん、なんかそういうこの人って発言するとしてもただ発言してるだけなのか、うん、なんか意図があって発言してるのかってとこまでやっぱ考えるのが好きなんですよ。だから記事読んでて、うん、単純に面白いなと思って、うん、めっちゃ嬉しい。いやすごい鳥肌立って、すごいそういうのはなんか感じましたね。これ自分のその人生観にも当てはめてるんですけど、うん、なんか人間って学ぼうと思ったら誰からでも学べるはずやのに、うんうんうん、なんか自分の中で一回この人は違うみたいな見方をしてしまうと、うん、その人の意見を一切多分そうそう全否定全否定してしまう。それそういうのもやっぱ休んでずにすごい感じて、うん、結局 A さんが言う B さんはこうだけど、うん、自分が接した A さんはこうとかってやっぱりそういうのいっぱいあると思うんですけど、こう自分がその人に対してどう受け入れるかによって自分の考え方って変わるよなっていうのはめちゃくちゃ思ったんですよね。だからその岩木さんの記事とか見てもなんかすごいヒントがたくさんあって泣きそう、だからそういう生き方をするにはこういう選択があるなとか、うん、こういう考えがあるなっていうのが僕はすごい、だからそれは卓球強い弱いじゃないと思うんですよ。で結局今はプロとしてやってるけど、その卓球やってる中ではプロが偉いわけではないんですよ単純に、うん、その卓球 その技術の競技力っていう面で見たらもちろんプロ選手はすごいトップにはいると思うんですけど、うん、この人生最終的にこう終えた時に果たしてプロ選手が一番上かっていうと言い方悪いですけど一番下の可能性が十分にあるわけで、うん、その人の生き方によっては、うんうんうん、だからやっぱ僕はそこがすごく今自分の中であるから頑張れてるような気はしますよね。そうですね、僕も言ってないけどまあまあ苦しい時期もやっぱ公務員の時にちょっとフリートークっぽくなっちゃうんですけど、はいはいはい、公務員の時に、はい、僕、まあ、2年間生活保護っていう、はいはい、まあ生活で困ってる方のお仕事を担当したんですけど、はいはい、まあ、その時に、まあ、日本の生活保護って、まあ、全ての救済措置というか、はい、まあ、障害年金であったりとか、はい、いろんなこう福祉のサービスのを全部適用した上でそれでも言ったら、まあ、憲法の、はい、なんか健康で文化的な最低限の生活を、はい、する権利があるっていうのが生存権っていうのがあって、はい、でそれに基づいてその生活保護法っていうのができてるんですけど、うん、そこののが適用されてる世界みたいなのを見たので、まあ、いい意味でも悪い意味でも、あ、どんだけチャレンジしなあかんくてもこの生活が日本の最低保障として成り立ってるんやっていうのを、まあ、2年間勉強したんで、うん、何かチャレンジした時のうまくいった振れ幅ってこんだけあるけど、うん、あかんくてもここで止まるやんみたいな、うん、ところの知識がついたので、まあ、独立できたっていうのと、公務員の最後の方の時には、まあ、ちょっと精神的にもちょっと鬱に近くなってたというか、ほんまに気づいたら赤信号を横断歩道渡って車に引かれかけたこともあったりとかしましたし、ほんまに意識ないんですよねその時って。で、このままじゃ俺どっかでなんかこうそういうもうあかんとこまでなってしまうみたいな感じで思って、まあ記事やと卓球がタラタラしたいとか、うんうん、このままじゃ全日本に出れへんからみたいな感じに、もちろんそれも理由としては半分以上あったんですけど、うん、どっかでこのままじゃやばいと思って辞めたところもあって、だからその独立した時にもなんか、まあ、あの記事だと全て卓球以外は能力が高くて、うん、と準備を整えて、うん、公務員も辞めて、うん、他の仕事うまくいって卓球しまくってるみたいな感じですけど、なんか間にちょっとずつその苦悩があったりとか、ちょっとこう飛び出したような形で辞めたので、収入もそんなに事業主として整ってないまま独立したりとか、不安な時期とかもあったんですけど乗り切って、まあ、今に至るんで、なんかまあこういう話したくなるような上田さんのキャラクターなんですけど、でもなんか僕もそのこの大型臨床公文当初公表しない方がいいっていう意見が圧倒的多数だったんですよ。現役選手だし、うん、まあ、そういうまあなんかレッテルじゃないけどそういう見方をされがちになった時に、やっぱこう選手を続けていく上で大体の人がいろんな他のスポーツ見てても現役後に発表されるんですよね、うんうん、引退後に、自分の
なんか出版したりとか、公表する方が多いんですけど、僕はそれがなんかちょっと嫌だったんですよ。まあ、結局、こんなに言ったらですけど、セカンドキャリアの、それが自分の一つのこうビジネスとしてつながるよとか、いろんなことを言われたんですけど、単純に今自分がこう抱えた悩みとか経験を伝えることで、別にこれは偽善だと言われるかもしれないんですけど、やっぱこうアスリート、トップ選手で、まあ、もしかしたらそういう選手じゃない普通の人にも当てはまるかもしれないんですけど、それぞれ言えないものを抱えているわけで、とてつもないプレッシャーでやってっていうところで、こういう選手でもこういうことあったよっていうのが単純にすごい励みとか、何か手助けになったら、僕はそれがめちゃくちゃ自分が なってよかったっていうことが欲しいけど、それが初めてこう報われると思ったんですよね。全然そこはもういろんなところでだからもう話しますって話してるんですけど、中にはいます。やっぱ気使ってくださってるなとか、自分に対してこう復帰してからその復帰前とこう関係性が、すごい気使ってくれてるなとかっていうのはもちろんわかるんですけど、まあでもそれでもそういう方が僕は良かったんで、っていうのは本当になんかそう岩城さん今いろいろお話してくださったんですけど、そういう話をしてくれる方もすごい増えたんですよ。実は自分もこういうの実はこういうの抱えててとか、実は、ね、現役選手でも今でもなんか岩城さんどんなんだったんですかとか、実はこうなんですけどとか、なんかそれはそれで、あ、やっぱみんな一緒や、一緒というか、言ってないだけだなっていう。で、これを言うことが、ここはもう言った以上はね、賛美用のあるのは仕方ないんですけど、僕はそれがめちゃくちゃ救われてますね。上田さんにしかできない、社会貢献ではないけど、っていう部分になってきますもんね、なんか。いや、ちょっと、上田さんのインタビューより僕はちょっとシャシャです。全然。すいません、はい、でもなんかめっちゃ楽しい。このまま3時間ぐらいしゃべる。全然しゃべりますね。僕もこういうのが好きです。そうですね。まあ一応このテーマに戻るとですね、はい、まあちょっとこれに近しい話になってくるんですけど、はい、まあ、実業団選手でいた状態から、はい、まあ、プロ選手の道を選びはったじゃないですか、はい、でもちろんそのどちらも、まあ、素晴らしい人生というか、はい、まあ、僕普段からいろいろ考えてるのは、はい、まあ、人生ってこう無限の選択肢があって、その無限の選択肢を選んだ通りにそれぞれの人生の終着点みたいなのがあるので、こう日々 その生き方の選択っていうところを自分の中で後悔のないようにしようっていうふうに思ってて、で、まあ、だからよくこう選択っていうのをテーマにいろいろ考えるんですけど、はいはい、まあ、両方素晴らしい人生だと思うんですけど、はい、その、まあ、実業団選手として進んだ人生、プロ選手に転向して、まあ、このままやっていく、選んだ人生っていうので、2人の上田仁という人間がこのまま年を重ねていったとしたときに、はい、一番考え方や価値観において差が生まれるであろうという感覚って何だと思います？それか今ちょっとそれ差が出始めてるとか、まあ、もしかしたらさっきの話にちょっと関わるかもしれないですけど、わかんないですよ。ずっと会社勤めをしていたら、このいろんな生き方あるよねってとこは気づかなかったかもしれないです、もしかしたら。今自分が身をもってそういう個人としてこう活動するようになってから、今までこの会社にいるこう逆に言うとありがたみっていうのを痛感するわけですけど、いろいろ自分でいろいろしなきゃいけないっていうところになった時に、いろんな人と職の人と話す機会が増えたなと。もちろん別に会社にいたからそういうことがしないってわけじゃないんですけど、もっと多分消極的だったかなと思うんですよね、自分の中で。飛び出たことで見えたものもあるし、時間が解決するじゃないんですけど、その時はそう思ってたかもしれないけど、でも今思うと、でもあの時は自分もなんかもうやっぱまだこう浅はかだなとか、そういう気づきは絶対にあるので、まだでも言うて30なんで、からですかね、こっからかなと思ってますね、やっぱ15年後にもう一回お願いします。今自分がそれを言うのには早すぎるす、ね、逆にそれを言ってしまうと自分の人生薄いなと思いますね。確かにまだやっぱ言っても確かにこうやめてこうちょっと病気をしてとか、見る人によってはすごい大変なって言うかもしれないんですけど、僕からすると全然大したことないなっていう感覚なんですよ。上田さんが30歳ってことをちょっと僕忘れてしまった。そうなんですよ。だから30歳って言うてそうなんですよね。年上ぐらいの感覚で聞いてしまったっていうのはある。それぐらい上田さんに落ち着きがあるからだと思うんですけど、申し訳ないです。15年後に
もう一回インタビューさせてもらっていいですかね。まあでもこれに対する答えみたいなのはよく考えたらさっきの質問にちょっと入ってたような気がして、いろんな方への感謝の気持ちだったりとか、卓球って楽しまなあかんねんやっていう気持ちとか、そういう部分がよりこう色濃くなっていくんちゃうかなっていうふうにはなんとなく思うんですけど、まあ、最後の質問になるんですけど、はい、プロ選手としてやっていった上で、はい、一応今後の展望というか、はい、卓球選手としての短期中期ぐらいの、はいはい、展望と、うん、引退することが今後あったとしたら、うん、まあ、こう長い目で見た時の上田仁さんという一人の人間の人生の展望みたいなところをちょっとイメージがあれば教えていただきたいんですけど、はい、そうですね、まあ、まずはさっき言ったように休んだことに気づいたっていう大きい一つのところが、うん、プロはこうあるべきだ、プロはこうだっていう、やっぱすごいこう凝り固まったものがあって、ふといろんなところを見渡したときに、やっぱ T リーグってものができて、プロリーグができて、日本には他に J リーグだったり、あのプロ野球だったり、リーグだったり、いろんなリーグがあるんですけど、全員が全員日本代表じゃないんですよね。もうほとんどが代表じゃないんですよ、言ってしまえば。今 T リーグでやってる選手ってほぼ代表なんですよね、言ってしまえば。だからそういう思考に行き過ぎてしまう、だからなんか代表になれなかった、なれない人の方が少ないかなってことなんですね。でもちろんすごく大事なことで、個人スポーツでもあるので、代表になって自分が輝いて上を目指して一番これは必要な要素ではあるんですけど、でもやっぱ気づいたのはプロとしてそこにいてこうなんだろう、続けないと見えないものっていうのが出てくると思うんですよね。最近ではもう代表ではないですけど、それこそ吉田海さんとか、レジェンドですよ、日本で。今でもこういろんなところを転々として、プロ選手としてやっていく。で、決して日本代表ではないけど、まあ、引けを取らない力を持ってて、そういうのがかっこいいなって思うんですよね。でもこれが不思議なことに、10年前、20歳ぐらいの時、ちょうど10個年齢が違うんですけど、もちろん今自分はプロとしてやって、そんなことは一切思ってないんですけど、正直20歳ぐらいの時、大学生ぐらいの時に、吉田さんが30過ぎで代表を引退したぐらいの時に、もしいつまでたってやるんやろうなとか、代表終わったのになんか、卓球しかすることないのかなとかって、やっぱまあ正直失礼ですけど、そういう見方をしてしまった時があったんですよね。で、今自分がこうそういう年齢に差し掛かった時に、なんてそれがやっぱ生き方としてかっこいいと思うようになってきたんですよね。で、やっぱりそういう人が増える。それこそ松平健太だって全日本2位になってるのに自分は代表を辞めますとこう辞退をするわけですけど、そういう人がやっぱり増えてこないとチーム数も増えないし、草の輪は広がらないし、代表だけでやってると、もちろん僕らが高みを目指してるわけではなくて、それぞれの目標があるわけで、その高みってそのちょっと違うけど、まあほぼ似てると僕は思ってて、だからそこに向かってやるっていうことが、そういう選手がいないから、そういう選手のなんかこう一人になりたいなっていうのがまあ自分の中であります。だからこう T リーグで頑張れる、もちろんクビですって言われば終わりです、なんてプロだから。だけどそこでやり続けれる限りはやっぱやりたいっていうのが自分のやっぱ一つの、まあ、目標であり、そういった選手が増えていくことでより代表が際立つと思うんですよね。みんながみんな代表ってなるのは当然なんだけど、逆に言うと代表ってなってて代表を逃したんですよね。逆に言うとそこにとらわれず違う高みを目指してた方が意外と代表に近づけたりする場合もあるっていうのにも気づいたんで、それこそこの間吉村真晴が代表をまた復帰して、やっぱああいうの見ると違う視点で見てしまって勇気づけられるというか、わかります、なんて言っていいかわかんないですけど、こうただそこを目指しますって目指すのではなくて、違うルートから、あ、気づいたらこっちもこんな道あったみたいなんで、ボンみたいなんでいいと思うんですよ、僕は。それがよくよく考えたら遠回りに見えるけど、実は最短ルートであったりとか、プロ野球みたいに、まあ、T リーグのチーム数が10チームとか、15チームとかになって、そのうちのほんの一握りだけが日本代表になるっていう状況になる。そのためには吉田海選手とか、まあ、吉野真晴選手とか、松浦健太選手みたいな、なんかそれぞれのプロ論みたいな、プロとしてのあり方みたいなのを上田選手がラリーズのさんの取材でおっしゃってたみたいな、そういう感覚を全員がもっと共有できれば、T リーガーとしての人がプロ選手の集まりっていうよりは、ほんまに一個人の生き方っていうのがそれぞれ違うっていうのの、その集まりみたいになっていけばもっと面白いし、見る側も
楽しめると思いますし、うん、ぜひそれの先駆け的な感じでなっていただけたらと思うんで、はいはい、非常にこのまま何時間でも喋れそうな感じはあったんですけど、はい、まあ時間も限られてますので、はい、これで対談の方は終わらせていただこうと思います。あの TT 埼玉さん含めて、選手の皆さん含めて上田選手もこれから、はい、まあ僕なんか何の力もないですけど応援させていただこうかと思いますので、はい、皆さんこれからもよろしくお願いいたします、はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。 ありがとうございました。ありがとうございました。いやー